テッド・シュローダー、テッド・シュローダー、テッド・シュローダー、1921年7月20日から2006年5月26日はアメリカ・ニュージャージー州ニューアーク出身の男子テニス選手。フルネームはフレデリック・ルドルフ・シュローダー、フレデリック・ルドルフ・シュローダーというが愛称のテッド・シュローダーという名前で最もよく知られている。 1942年の全米選手権と1949年のウィンブルドン選手権で優勝し、四大大会男子シングルス2勝を挙げた。ダブルスでも同じ年の親友ジャック・クレーマーと組んで抜群の強さを発揮し、全米選手権で3勝を挙げている。彼はトウモロコシの補軸型のようなパイプでタバコを吹かす姿も印象的な人だったという。 彼が活躍した1940年代は第二次世界大戦をまたぐ激動の時代であった。1940年の全米選手権男子ダブルスでフレデリック・シュローダーは同じ年のジャック・クレーマーと組んで初優勝を飾った。1921年8月1日生まれのクレーマーはシュローダーとは12日違いにあたる。二人は1941年に 全米選手権の男子ダブルスで2連覇を達成したが、その途中で第二次世界大戦を経験し、終戦後の1947年に6年ぶり3度目の全米男子ダブルス勝ちを果たしている。1942年の全米選手権で、シュローダーは男子シングルス、男子ダブルス、混合ダブルスの3部門すべてに決勝進出を果たし、男子シングルスと混合ダブルスの2部門制覇を 達成た。男子シングルス決勝では、フランク・パーカーを8から6、7から5、3から6、4から6、6から2で破って初優勝を飾り、混合ダブルスでは、ルイーズ・ブラフとコンビを組んだが、シドニー・ウッドと組んだ男子ダブルスでは、ガードナー・ムロイビル・タルバート組に敗れ、1942年、全米選手権のハットトリック、3部門制覇を逃した。シュローダーは、 第二次世界大戦中、アメリカ海軍の空軍に勤務した。第二次世界大戦が1945年に終結した後、男子テニス国別対抗戦、デビスカップは1946年から開催が再開され、テッド・シュローダーは1946年から1951年までアメリカ代表選手として活躍した。その期間中、 アメリカは1946年から1949年までワールドグループ決勝でオーストラリアを破って手配4連覇を達成する。1949年、シュローダーは生涯唯一の出場となったウィンブルドン宣言で男子シングルス優勝を飾った。その過程で彼は7試合のうち4試合をフルセット5セットマッチで勝ち抜いたことによりイギリスの観客から ラッキーテッド、ラッキーテッドと呼ばれた。1回戦のガードナー・ムロイ戦から始まり、2から4回戦は、ストレート勝ちしたが、準々決勝のフランク・セッチマン、戦では、相手のマッチポイント、このポイントを取れば勝負が、丸を日本しのぎ、3から6、6から8、6から3、6から2、9から7で逆転勝ちした。準決勝のエリック・スタージェス、南アフリカ戦ももセットを要し、 決勝でも、チェコスロバキアのヤロスラフ・ドロブニオを3から6、6から0、6から3、4から6、6から4で退けた。シュローダーがウィンブルドンに優勝までに用した29セットの戦いは見守った観客にも強い印象を残した。この年は、全米選手権でも7年ぶり2度目の決勝に進出したが、パンチをゴンザレスに18から16、6から2、1から6、 二から六、四から六で敗れてしまう。先に、シュローダーが2セットアップ、自分が2セットを選手した状態からの逆転負けで、四大大会に連勝はならなかった。しかし、ウィンブルドン優勝の翌年、1950年に、シュローダーにも力の衰えが訪れる。この年のデビスカップワールドグループ決勝で、シュローダーは、対オーストラリア戦で、 出場3試合すべてに負けてしまい、アメリカのデハイ連覇を止める結果になった。そしてついに、1951年のワールドグループ決勝でアメリカはオーストラリアにに連敗を喫し、シュローダー自身も2試合を落とした。このデハイに連敗を最後に、シュローダーは30歳で現役を退いた。シュローダーの親友ジャック・クレーマーは1947年から、 プロテニス選手に転向し、当時のプロテニスツアーの運営者になった。そのため、シュローダーは何度かクレーマーから、プロ選手転向への誘いを受けたが、その申し出を断り続け、生涯アマチュアの選手で通した。シュローダーの人物像については、1979年に、出版されたクレーマーの自伝、ゲームマイナステニスにおける我が40年、ザゲー。 毎40イヤーズインテニスに詳しい描写が残っており、本書の168から183ページで、シュロード、シュロードという題名の第11章を咲いて、プロ選手にならなかった親友との思い出を解雇している。1966年に国際テニス伝道入り、それから40年後の2006年5月26日、テッド・シュローダーはカリフォルニア州、 ラホーヤの自宅にて、ガンのため84歳で逝去した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。